今回は、日本の対中国政策の最前線について、詳しく紹介しましょう。日本も、三菱製糸に、意識誘導弾改めへの、改良が進められている、状況です。今年中には完成するのではとの話しです。すごいのは、陸、海、空どこでも使用できるように、改良ができるところです。潜水艦もね。九段線という言葉をご存知ですか？このシリーズでも何回か登場した単語ですね。九段線は、有事線、または牛舌線とも呼ばれます。1953年、昭和28年に、当時の中華人民共和国、中国と中華民国、台湾との間で引いた南シナ海の国境線のことです。中国は、この九段線を根拠として、南シナ海における海洋権益を一方的に主張しています。南シナ海の各島々の領有権を主張するばかりか、勝手に上陸し、基地の造成を進めています。遠慮という言葉を知らないかのように、その海洋進出は、露骨かつ強引な犯罪まがいのもので、被害を受けていないのは、なんだかんだ言っても、仲のいいロシアや後ろ盾になっている北朝鮮ぐらいなものでしょう。この二国を除く西太平洋の国々が中国の野望を阻止しようと動き始めました。改めて九段線について考えると、あくまでも中国と台湾二国間のみの自分勝手な約束事ですし、国際的な実行力は何もありません。そもそも、現在の中国が自国領と主張している台湾との間での取り決めです。国と国との約束といえば、台湾を一つの国として認めることになりますし、自国領と言い張るのなら、一国で勝手に決めたことになり、横暴の極みと言われるでしょう。どちらにしても、主張の論理が破綻しているようにも思えるのですが、日本といえば、まずは尖閣諸島ですね。島の接続水域に入って日本漁船を脅したり、領海までも侵犯する中国海峡の艦艇に悩まされていることはよく知られていますよね。毎日のように緊迫した状況で過酷な業務を強いられている海上保安庁の巡視艇には頭が下がる思いです。中国の行動は海だけではありません。ここ数年来、台湾の防空識別圏に中国軍機が堂々と侵入して挑発行為を繰り返しています。軍事力拡大を進める中国に対抗する日本、アメリカを中心にして同調する西側諸国の軍事的活動があり、その結果西太平洋、南シナ海、東シナ海、フィリピン海などを含む全般が一触即発の緊張した状況に陥っているのです。中国は東シナ海にも手を伸ばしています。ここでのポイントは第一列島線という言葉です。この線も中国が勝手に決めた防衛ラインです。これは1982年昭和57年に打ち出された中国人民解放軍近代化計画の中の概念の一つだったのですが、その後の世界情勢の変化とともに、重要性が増してきたそうです。アメリカに対する軍事的戦略上の境界線なのですが、この中には、九州の南から台湾に連なる南西諸島、大隅諸島、奄美諸島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島、尖閣諸島など、までもが含まれているのです。日本の領土であることが分かりきっている。沖縄や宮古島まで入れているのですから、なんとも自分勝手ですよね。この、第一列島線が発表された時、このことで大問題になったそうですが、現在では、残念ながらあまり、一般には知られていないようです。知っていたら、
ここぞとばかり反中の高派連中が黙ってはいないでしょうね。中国の意図ですが、要するにアメリカと対決することになったら、日本領の南西諸島を防衛線として死守し、その内側に、アメリカ軍や自衛隊の艦船、航空機などの侵入を阻止するということなのです。日本の領土を、勝手に防衛線と決めたということの意味ですが、中国が、アメリカとことを構える事態になったら、日本の西南諸島を、中国軍基地として占領して、アメリカ軍を阻止すると言っているのと同じということです。全く、勝手なことを言ってくれますよね。先日のことですが、中国とロシアの艦艇10隻ほどが、日本海から津軽海峡を通り、太平洋を南下して、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過後、大隅海峡を抜けて、東シナ海に入るといった、G 航海を行いました。津軽海峡と大隅海峡は、言うまでもなく日本領海ですが、二つの海峡には、国際海峡航海と認められる部分を設定しています。この部分は、平時に、外国艦艇の通過を認めているので、中国海軍とロシア海軍が通過したことには、問題はないと思われます。とはいえ、日本の近海を軍艦が通過するという行動は不気味ですし、不愉快ですよね。そして、この行動の狙いは、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによるクワッドや、アメリカ、イギリス、アーストラリアによるオーカスなどの反軍事同盟的性格の対中国共同包囲網のような新安全保障枠組みに対抗したものと考えられます。日本としては、容認できるものではありませんね。しかし、日本国内では、衆議院選挙を控えた時期だったので、この威嚇航海が、大きなトピックにはなりませんでした。自民党公約の、対敵基地攻撃戦力の保有は、あまり注目されていませんでした。しかし、政府と防衛省は、着々と、その地固めを進行させています。防衛省が、現在力を入れているのが、陸自に配備されている、人に、意識地対艦誘導弾の長射程化開発です。百数十キロメートルという、長い射程を持ち、地点を移動しながら発射できるものです。この能力向上型として、2022年度までに、射程 900km に伸ばす改良を行っています。改良されたミサイル部隊を南西諸島に配置し、占領を企んで押し寄せるだろう、中国艦隊への備えにさせる心積もりでしょう。最終的には、射程を、1500km まで伸ばすことを目指していて、地対地ミサイルとして、中国本土の基地をも、射程に収めようとする、計画もあるといいます。この長射程ミサイルにより、中国軍のミサイル射程外から攻撃できるスタンドオフ能力を保持することで、西南諸島への中国軍へ上陸の抑止力にしたいと考えていると思われます。こういった動きの中で、当事者でもある南西諸島の動きですが、地元奄美大島でも、この事実への反応は、あまり鋭いものではないようです。第300日対艦ミサイル中隊が、奄美大島に配備されましたが、瀬戸内郡田室地の瀬戸内建設業協会では、奄美大島は安保の最前線と言われているが、今一つ、そういった現実感はありませんとのことで、ミサイル部隊を配備することに対しての警戒心は感じられないようです。むしろ部隊を配備したことによる経済効果が大きいとメリットを感じているようです。瀬戸内郡田室地の場合、基地設備建設予算約630億円のうち、奄美市、瀬戸内町にある建設会社延べ58社に計147億円の受注がありました。おかげで人手が足りなくなるほど、地元経済への潤いが大きいと言われています。もちろん、配備を喜ぶ声ばかりではありません。
基地があったら攻撃目標になって、島にミサイルが撃ち込まれたり、空爆や艦砲射撃などを受けるかもしれないと警戒する声も確かにあります。こういった反応はアメリカ軍や自衛隊が新しく基地を設けるときには必ず出てくる意見です。だからといって基地がなければ島民は安心安全な生活ができるのかと考えると、残念な、から必ずしも、そういうことにはならないと推測されます。前述の第一列島線です。中国は、奄美大島を含む南西諸島を、対アメリカの防衛線と考えていて、万が一の時には、これらの島々を攻撃して占領することは明らかです。基地があってもなくても、中国が自国の基地を作れる島は全て占領されると想定しておくべきでしょう。別の視点ですが、西南諸島に配属される地対艦ミサイル部隊は移動が可能なので、有事の際には山岳地帯などに移動して敵の攻撃を避けることができます。この事実は中国軍も熟知しているはずですから、基地や駐屯地へ多少の攻撃を行ったとしても壊滅的な大攻撃を仕掛けることはないと見られています。要するに、世界から批判される恐れのある民間人や民間施設への攻撃は避けるはずだという想像です。あるいは占領後に自分たちが生活するインフラをなるべく破壊したくないという意図もあるはずという、これも想像ですが、沖縄を含む南西諸島は基地があるから攻撃されるわけではなく、中国にとっては地政学上大陸を守るためには必要不可欠な場所だから抑えようと攻撃してくるのです。もう少し中国大陸と距離が離れていたらよかったんですけどね。日本列島を太平洋側へ動かすことはできないですし、これらの島々からアメリカ軍基地だけで吐く自衛隊基地も撤去してしまえば、確かに直接攻撃を受けることはないでしょう。しかし、ある程度の面積があって航空基地が作れる島だったら、中国軍が上陸して占領してしまうことは想像できます。中国軍に占領されて施政下に置かれるのが嫌ならば、島の自衛隊基地設営に協力して、簡単には中国が手を出せないほどに防衛力をアップすることに協力するべきだという意見もあるようです。相手の軍事力が上がると対抗してあげてくるのが中国ですから、逆効果にならないかなと心配ですけどね。